はい、ご視聴ありがとうございます。第一章、親分の命だが、女ひでりの国にはいろんな得手者、怪物がいるんですね。八五郎がまた親分の平次のところへ世情の噂を持ち込んできました。江戸八百八町にばらまかれている下っ引きや手先から集まった資料が、八五郎の口から少しばかり誇張されたり殉職されたり、面白おかしく編集されて平次の耳へ伝わってくるのです。女ひでりの国てなどこだい？まさか天馬町の往路じゃあるめえな。平次は相手欲しそうでした。外は空っ風、暦の上は春でも梅の花までがかじかみそうな薄曇りの寒い日です。神田明神下の平次の家もこの二三地は御用が暇な上、懐までが霜枯れで、外へ出てみる張り合いもありません。タバコの五文目玉をあらかた吸い尽くして出がらしの茶ばかり飲んでいるところへ、八五郎のガラッパチが秩父おろしと一緒に飛び込んできて、女子島の住人みたいな高慢なことを言うのです。そんな嫌なところじゃありませんや。場所は大川端町、あの辺りじゃ顔の利いた名取屋三七郎というのを親分ご存知でしょ。大層な男だというが、金儲けはうまいそうだな。その名取屋三七郎は名古屋三座ほどのいい男の気でいるから亭したもんで、うぬぼれは罪がなくっていいよ。ところでそのおかみさんのおぬいも悪くねえ女だが、めかけのお船と来た日には品川沖まで魚が取れなくなるという器量だ。妙な例えだな。あんまり綺麗だからお天気のいい日はピカピカして、その照り返しで大川の魚はみんな逃げる。バカなことを言え。魚が逃げるくらいだから人間の男だって利口なのは寄りつかねえ。名取屋三七郎のうちの両隣には三軒長屋が二棟あるが、不思議なことにみんな男所帯だ。三七郎の目かけのお船が綺麗なんで、女という女は住みつかねえんだそうですよ。おめえの話は相変わらずバカバカしいな。まあ気ぃつくださいよ。話はこれから面白くなるんで。ふん、三軒長屋が二つ、その一つは北の方にあって、あんまの年寄り夫婦が一組と、浪人旗の虎木と、小博打を都政にしている雄吉という若いのが住んでいる。あんまの女房の婆さんなんか女のうちに入らねえ。南隣の三軒長屋には母の伊之助と漁師の猿夏が住んでいて、中の一軒は空き家だ。その空き家にはお化けが出るという噂があって、この一年借り手がねえ。昔々一人者のばあさんがへそくりを五貫六百ばかり残して死んだそうだから、多分それに思いが残っているだろうということで。恐ろしくケチなお化けだな。ところでこの三軒長屋二棟に住んでいる六人の住人のうち、あんま夫婦の二人のほかはみんな名取屋三七郎の目かけのお船に夢中なんだから、面白いじゃありませんか。そんな話はちっとも面白かねえよ。バカバカしい。銭形の親分に面白がらせようなんて、そんなしゃばっ気ありませんよ。当人同士は目かけのお船に声でもかけてもらおう、せめて一目振り向いて見られようと、そりゃ夢中なんで。そんなのが四人も五人も大川端に集まるんだから、江戸は広いな。まず第一番にバカの伊之助。この男は取って29のいい若いもんだが、釘が一本足りねえばかりにまともな仕事ができねえ。おととしお袋に死なれてっから、富士の湧きそうな一人暮らしですが、季節が来るとかぼちゃだってナスだって花が咲く。いつの間にやら三七郎の目かけのお船に思いをかけ、裏の物橋台の上へ登って、朝から夕方まで三七郎の家を見張っている。寒かろう話の様子じゃ。三軒長屋親居の物干し台だから、真ん中の空き家の横手についている。東日が半日当たるだけだ。寒いの寒くねえのって。風邪をひかねえのか。バカ、風邪はひきませんよ。だりで感心しちゃいけません。あっしも心を入れ替えて、せいぜい風邪でもしこうかと思ってるところで。恐ろしく気が回るな。平次も苦笑いしました。馬のように丈夫な八五郎は二日酔いをやるぐらいがせいぜいで、
付き合いで風邪などを引く柄ではありません。もっともお船がちょいちょい気を引くからいけねえんで、ハイウグイスを軒下に出して一日に幾度となくそれを見に障子を開けて縁側へ出る。それだけならいいが、ウグイスをあやしながら向こうの物干し台のあたりを見てにっこりする。バカの伊之助は火を取りに出るのも忘れて、夜が明けてから日が暮れるまで裏の物干し台に立って板塀越しにお隣の三七郎の家を眺めていますよ。この寒空に雨や雪の日は小鳥を家の中へ取り込みますが、伊之助にはそのけじめがわからねえ。小鳥は縁側にいなくったって、自分が物干しから眺めてさえいるや、念力でもってお船が顔を出すに違えねえとこう思い込んでいるようで。哀れだな。いい女は罪が深えねえ。お寺の油を三合盗まなくったって、あれじゃ来世はろくなことがねえ。三世相みてえなことを言うな。話はそれっきりか。これから面白くなるんで。やっけえだな。早く触りどころをぶちまけなよ。平次も少し乗り気になりました。八五郎の話のバカバカしさが妙に人を引きつけます。第2章。さて、二人目は同じ三軒長屋の大川寄りに住んでいる漁師の猿松じいさんだ。52で赤銅色で、生まれながらの一人もんで、生まれたては誰だって一人もんだよ。その男やもめも52年続くと功を経てたたりをなす。言うことが常識外れだな。おめえだって30まで一人もんだ。まがまがすると功を減るぜ。あっしの方はいずれ相談に来ますがね、大川端三軒長屋の猿松と吉は網仲間に言わせるとと網の名人だそうですが、これが三七郎の目かけに夢中で、自分の取った魚のうち目立っていいのがあると、それをご神さんへと必ず三七郎のうちへ持ち込むんだそうですよ。親分へともおかみさんへとも言わねえところが正直でいいじゃありませんか。それを三七郎は黙ってもらっているのか。人から物をもらうことの嫌いな平次はふと気になりました。三七郎は古文どもや町内の衆の出入りごとのたびに物をもらいつけてるから、猿松じいさん精一杯のお使い物も下手は思わねえ。おじいさんまた持ってきたかなどといい心持ちになって丁寧一人で食べる。猿松じいさんそれとは知らねえから、念仏を唱えたり魚の頭を撫でたり心の竹をかきくどきながらお船様に献上する気で大一番の獲物を持ってくるから可愛らしいじゃありませんか。気の毒だな。え？親分でもそう思うでしょ。猿松じいさん三度に一度はお船の顔を見て、せめてありがとうとかなんとか親切な言葉でもかけてもらおうかと何十遍何百遍となく足を運ぶが、お勝手口で受け取るのは三度が三度下女のおとみで、お船は容易のことじゃ姿を見せねえ。猿松じいさんしょんぼりお勝手口に立ってしばらくは泣き出しそうな顔をしているそうっすよ。大川端から八丁堀は近いでしょ。その話を聞いた時、他の用事で八丁堀に回り、踏み屋敷で笹野の旦那にお目にかかって申し上げると、そいつは歌いの綾の鼓そっくりだとおっしゃるんです。市政の物知りも綾の鼓は知らない様子です。昔昔の大昔、筑前の国の皇居の庭履じいさんが尊い女房を見て一世一代の恋をした。女房はこれを聞こしめされて、世にも不憫なことにおぼしめされ、庭のほとりのかつらの木に鼓をかけさせられ、老人にそれを打たせ、その鼓の音が皇居へ聞こえたら、女房のお姿がもう一度老人の前へ現れるだろうと教えた。老人は精魂限り鼓を打ったが、少しもならねえ。鼓を張ったのは革じゃなく綾だ。いくら叩いたって鳴るはずはねえ。老人は夜となく昼となく鼓を打って打って打ち続けたが、生えそうにとうとう鳴らねえ鼓を恨んで、桂の池に身を投げて死んでしまった。後に老人の恨みが亡霊になって女房を苦しめるというお話だ。どうですよ、やぶん。いい女は罪を作りますね。八五郎はすっかり勘に耐えます。ところで、
お船に惚れてはまだ2、3人あったじゃねえか。ありますよ。浪人旗の虎木にヤクザの雄吉、それも綾の鼓の口か。二人は大丈夫で、お船の方から口説かせる気でいますよ。受け合い白十までは長生きする手合いで。三七郎がそれを黙っているのが不思議じゃねえか。面白がっていますよ。大勢の者が騒ぐほど嬉しいようで、手飼いの猫の子がうんとネズミを取るのをけしかけているようなもんで。やっけえな好みだな。でもあの様子じゃ一度はきっと底辺な騒ぎを追っ始めますね。八五郎は年寄り臭いことを言うのです。第三章、この底辺な騒ぎが思いのほか早くやってきました。親分、とうとうやってきましたよ。八五郎が嫌に落ち着いてその報告を持ってきたのは、2月も残り少なくなってすっかり春めかしくなったある日の朝でした。嫌に落ち着いてるじゃねえか。いつもの底辺を消しかけねえのか。この間お話しした大川端の女ひてりの国の騒ぎだから、驚く張り合いもありませんや。こうなるのは分かりきっていたんだ。器量自慢で男をおもちゃにした女が無事に年を取ったしには、世の中が面白すぎて阿弥陀様の罰が当たるそうで。おめえの言うことはさっぱり分からねえよ。阿弥陀様がどうしたんだ。あの綾の鼓のお船がやられたんですよ。お船？名取屋三四郎の目掛けだね。それも罰の当たった話で、鹿かウサギのように鉄砲で撃たれて。鉄砲？冗談じゃねえ。ご府内で鉄砲撃ったやつがあるのか。間違いもなく鉄砲傷ですよ。胸を撃ち抜かれてぐーとも言わずに死んだようで。言ってみよう。江戸の真ん中で鉄砲の人殺しがあっちゃ後がおるせ。平次は手早く支度をすると、腹の減っているらしい八五郎を促し立てて神田から大川端へ飛びます。名取屋へ着いた時は、豊見橋から三の橋まで野次馬でいっぱい、土地の下っ引きが 2、3 人必死となって、その好奇心で八切れそぼになった野次馬を追っ払っております。この中で一人でも炎症くせえやつがいれば、間違いもなく下死人だ。鉄砲は近くから撃ったに違いねえんだから、たった一人も消えちゃならねえ。八五郎は人並みをかき分けながら、聖徳の大きな声でわめき散らすと、さしもに必要なやじ馬も嗅ぎ分けられる恐ろしさから逃れようとしたが、一人減り二人帰り、人垣は後ろの方からぞろぞろと崩れていくのでした。後に残るのは名取屋の者と近所の衆だけ。これは逃げるにも逃げられず、成り行きを天に任せたような顔でまじまじと平次の一行を迎えます。銭形の親分、とんだことでお手数をかけますが。三七郎は四十七八、ちょいっといい男で、ボスらしい尊大さと、それを巧みに押し隠す愛嬌との持ち主でした。お気の毒だったね。ともかくも一応調べなきゃ。さあさあどうぞ。三七郎が自分で先に立って案内して行きます。よく磨き抜かれた格子造りの二階や、その二階の南側、障子を閉め切った中の六畳で、お船はどこからともなく飛んできた鉄砲の弾に撃たれて死んだというのです。騒ぎは昨夜の酔いのうちで、部屋の血も一応は清めてありますが、何もかもまだそのままで、お船の死骸は部屋の隅に寝かしたまま、その枕元の供え物もまだ取り揃わぬままです。部屋は家相応に木口も立派、飾りもけばけばしいほど下品ながら整っておりますが、障子の下から三分の一ほどのところにぽつりと一つ穴の開いているのが気になります。これは本当は女房の部屋で、お船は普段下にいるのだが、昨夜何かの都合で二階へやってきたところをやられたものでしょう。私はまだ下で女房と話をしながら一杯やっていましたよ。
ちょうど6つ半頃かな。鉄砲の音とは気がつかなかったが、恐ろしく大きな音がしたので不思議に思っていると、間もなくもう一度音がしたので初めて鉄砲と気がつきましたよ。その音と一緒に2階で女の悲鳴がするので驚いて飛んできてみると、三七郎はごくりと片ズボ飲むのです。鉄砲の音は二度聞いたに間違いあるねえな。平次は疑いを挟みました。それは間違いない、女房もそう言っている。確かに恐ろしい音を続けざまではなかったが、少し間を置いて二度聞いたと。三七郎が振り返ると、お船の死骸の裾の方にいる四十二三の中年女はつつましくうなずきます。地味な顧問、武家の難儀のような上品さ、これが大川端の顔役、名取屋の三七郎の女房とはどうしても受け取れない端正さでした。この障子の穴は外から鉄砲の弾が飛び込んだ穴でしょう。少し低いようだが。平次は立って障子の穴を調べましたが、波の女の人の胸の高さよりはどうしても五寸は低いようです。ついでにそこに寝かしてあるお船の死骸を調べてみましたが、その凄まじさは物慣れた平次も思わず顔を背けたほどでした。血潮の汚れは拭き清めてあったにしても、生前美しかっただけに死は一切の媚びと虚飾とをかなぐり捨てさせ、血の気を失った顔はむしろ青黒く引きゆがみ、あからさまな悪相が断末魔の苦悩にかきたてられて、見る者を思わずゾッとさせるのです。玉は障子の穴に関係なく、間違いもなく真の像を打ってその中にとどまったことでしょう。背中へは打ち貫きませんが、胸から海中へ浴び立ちはひどかったらしく、着替えさせた合わせを見て平次も眉を潜めたほどでした。恨みを含む者の仕業でしょうが、私には一向思い当たりません。こんな家業はしているが、足は敵をこしらえることが大嫌いで、どこにも女房や召使いを伺うような相手はなし、少しも心当たりはないのだが。三七郎は心得がたい顔でした。でもお船さんは随分近所の男から騒がれていたということだが。平次はちくりとやってのけました。そんなこともあったでしょうが、近所の衆といえば少し足りないのと、年寄りと、そんな人たちばかりですから。三七郎がバカや老漁師をあまり志賀にはかけていない様子です。もっともお船が殺されたのは南側の部屋で、障子に鉄砲の弾の跡が開いているのですから、北側の三軒長屋の住人、安間夫婦や浪人者や小博打ちは関係がなさそうです。その六畳の後ろは廊下で、左に店へ通うはしごと、右に茶の間からお勝手に通ずるはしごとがあり、北窓を開けるとそこから浪人旗の虎木の家と安間夫婦の家がよく見えます。もう一度部屋へ引き返した平次は、今度は南側の縁から眺めてみました。春の日に溶けたように大川がゆらゆらと流れて、目を転ずるとちょうど目の下に三軒長屋の中央の空き家の物干しが見えて、その左右の長屋、馬鹿の伊之助と漁師の猿松の家は北側の雨戸も開けず、ひっそりかんと静まり返っているのでした。第四章。おやめ。どこからかひょっくり出てきたのは八五郎の腑に落ちない顔でした。主人夫婦が下へ降りた後です。なんだ八、しばらく見えなかったじゃねえか。うち中の者に当たって、それから北側の三軒長屋を回ってきましたよ。南側の三軒長屋はこいつは鉄砲の弾の飛んできた方角だから、親分に任せといた方がいいと思ってね。恐ろしく義理がてんだな。こんなことを聞き込みましたよ。このうちにいる古文の銀蔵という男は、ゆんべ御神さんが殺された時鉄砲は二つ鳴ったという人もあるが、俺は一つしかならねえと思うとね。そんなことがあるでしょうか。
これが山かなんかなら一つ鳴ったのを山彦かなんかで二つに聞くこともあるでしょうが、川にだって小玉があるよ。こっちで鉄砲を撃ってみね。大川の向こうの深川の町並みへ響いて、しばらくして山彦が戻ってくるから。その代わり後のが先のよりうんと小さいはずだ。それから下女のお富にも会ってみましたが、この女はお見かけが殺されて流言を下げていますよ。四十過ぎの女というもんは気持ちのわからねえもんですね。もっともお富もちょいっといい大戸島だから、もう少し若きゃお見かけと張り合ってみる気になったかもしれませんがね。その下女は何と言ってるんだ。鉄砲の音は確かに二度聞いたに違えねえと。それも最初のは小さくって二度目の方が大きかった。お勝手で聞いたから間違いはねえと言うんで。銀蔵は店で聞いたんだそうで。他には三軒の長屋はあんま夫婦は二つだと言うし、浪人は晩酌で少し酔っていたが三つ聞いたような気がするというから面白いじゃありませんか。おば口打ちの雄吉は昨日からうちにいなかったそうで。面白くなってきそうだな。おや、これはなんだ。平次は床柱の根、もみじの良い木の底部の方がガクリと書き取られたようになり、新しい傷跡がしらじらとなっているのに気がついたのです。子供のいたずらにしちゃ念が入りすぎますね。それにもう一つ、北側の唐紙に少し血がしぶいているのはどうしたわけでしょう。苦しくなってもがいたのかな。それにしても人の胸ぐらいの高さですね。くるりと振り返って立ち身のままもがいたことになりますが。うちの中を人当たり見尽くして庭に出た平次はすぐ古文の銀蔵のせわしく立ち働いているのを捕まえて。銀蔵兄と言ったね。え、わしのことで親分。それは30前後のキリリとした男でした。あまりいい男とは言えないまでも、色が浅黒くて小柄で目が大きくて啖呵が切れそうで、多血質でまず申し分のない気の利いた若いものです。このうちに長くいるのか。ほんの半年ぐらいで。お船さんをどう思う。親分の重いもんだが、全くいい女でしたよ。あれが手一杯に働けるところにいると、一生のうちにいい心象を6つ7つ潰しますね。親分の目掛けにしておくのはもったいないと言った傍若無人の言葉です。ところでゆんべ鉄砲の音を2つ聞いたというものと、1つしか聞かねえというものと、3つも聞いたというものと、3通りあるが、一体どれが本当なんだ。親分がそう言うからみんなモノマネをしているだけで、本当のところは1つですよ。嘘だと思うなら、おかみさんを物陰に呼んでそっと聞いてごらんなさい。古文の銀蔵は思いもよらぬことを言うのです。下女のおとみは八五郎が言ったように、もう少し若かったらと思う中年女ですが、これは問い詰められると、鉄砲の音は一つだったかもしれません、何分私はおしまいで忙しかったので、とあやふやに逃げるのでした。お船の身持ちのことを聞くと、死んだから言うわけじゃありませんが、あの女が60、70まで生きていちゃ、世の中に神仏を信心する者がなくなりますよ。お隣の猪之助さんや猿松さんは本当に気の毒なようで、男ってどうしてあんな浮気っぽい女が好きなんでしょう、などと堅実な自分を弁護するのでした。その間に平次は八五郎をやって、そっとお上のお縫いを物陰に誘い出させ、気の置けない調子で聞かせると、鉄砲はやはり一つしかなりません、さっき二つなったと言ったことはどうぞ問い詰めないでください、私はこしらえごと言うほかはないのですから、と誠に気へも入りたい風情でした。平次はそれからまっすぐに南側の三軒長屋に回ったことは言うまでもありません。馬鹿の猪之助の家は名取屋の店と並んだようになって、一人者の猪之助は取り残されでもしたような格好でぼんやり外を眺めておりました。猪之、どうした、何をぼんやりしているんだ。いきなり入っていった八五郎はその背中を一つ食らわせました。お、
びっくりするじゃねえか。いきなり人ん家に入ってきて。悪かったな。勘弁しね。お隣のお船さんが死んだというに、猪輪兄がそうしていちゃすむめえぜ。それは本当でしょうか、親分。お船さんは殺されるはずはないと思うんだが。何を言うんだ。お隣だもの。お悔やみの一つも言って死に顔を見てくるがいい。そんなことができるでしょうか、親分。八五郎に激励されると本当にそんな気になったものか、猪助はふらふらと立ち上がりました。名取屋へ乗り込んでいって一目お船の死に顔に会ってくる気になったのでしょう。立ち上がると肩も膝も抜けたツンツル天の裾、風邪はひかないかもしれませんが、こんなのを着ていちゃ腹が冷えてかなわないだろうと思われるのです。人別では29になっているそうですが、知識年齢のせいか顔もせいぜい22、23にしか見えず、少々誇りっぽくはあるが、目鼻立ちの立派なのも哀れです。そこをいい加減にして出かけようとすると、土間の隅で平次は異様なものを見つけました。八、こいつは何だと思う。二寸ほどのやや平べったい粘土細工のまんじゅうを二つ合わせたようなもので、一つの中ほどにはやや大きい豆粒ほどの半円の穴がそれぞれにくぼみをこしらえており、二つ合わせるとその中でまん丸の鋳型のようなものができることが分かったのです。真ん中のまん丸のくぼみに通うために一隅に細い道がついており、何が何やら平時には少しも分かりません。第五章、お隣の空き家を置いて。その次は大川に臨んだ漁師猿松の家で、狭い庭に商売道具の戸網などを干してありますが、当の猿松は日が高いというに薄暗い家の中に垂れ込んで、膝小僧の中に首を突っ込み、こんこんとして眠っている姿です。じいさん、どうしたい。八五郎は上がりが町から大きな声をかけました。ああ、親分さん、ナトリアのご神さんはとうとう殺されてしまいましたよ。振りあおいだ猿松の顔は濡れておりました。それを誰から聞いたんだ。ゆんべのうちにおとみさんが教えてくれました。酔いに二つ続けて鳴った鉄砲が変だと思っておりましたが。確かに二つ続けて鳴ったのかい。間違いはありません。それに音がするとプーンと炎症の匂いがしてきました。これは他の匂いと間違いっこはありませんから。とっつぁんは隣だからよく知っていたことと思うが、殺されたお船をうんと恨んでいた男は誰だい。男はみんなあの人に夢中でしたよ。ご神さんを恨んでいる者は町内の女たちばかりで。猿松の答えは奇抜でしたが、52歳の猿松が気違いのようにされていたのですから、町内の男がみんな高従だったことに何の間違いもありません。一軒置いて隣の猪助もお船に夢中だった一人かい。あの男が一番夢中でしたよ。仕事もろくに手につかない様子で、朝から夕方まで空き家の物干しに登ってお隣の下の部屋を見ていました。お船さんが髪を結ってる、お船さんが着替えをしていると、いちいち私にも教えてくれましたが。毎日見とれていることをお船の方でも知っていたのか。知らないはずはありません。それどころか見られるのを面白がって、時々はからかい面でにっこり笑ってみせたり、三七親分にふざけるところを見せたり、ずいぶん殺生をしたようで。猿松はそれをもってのほかのことにして言うのです。赤銅色に日に焼けた顔は真っ赤に興奮して、狂信者が偶像冒涜者を呪うような一種の気違いじみた熱心さに燃えるのです。でもあの猪助という男は少し足りねえんじゃねえのか。とんでもない。
世間ではあの男のことをバカのように言いますが、仕事が嫌いで調子が少し甘いだけで、あれは決してバカじゃありませんよ。現になんか細工でもさせると、5日でも10日でも同じ仕事に食らいついて、ろくに飯も食おうとはしません。私はあんな一生懸命な人間ほど恐ろしいものはないと思います。一旦こうと思い込んだら、何をやり出すかわかりません。猿松は舌を振るって述べ立てるのでした。おそらく猪之助は今のいわゆるモノマニアで、知能は少し低いにしても決して世の人の言うバカではなく、むしろ思い詰めると異常な仕事もやりかねない人間だったかもわかりません。他にお船に夢中だったもんは？あたの虎貴様もヤクザの雄吉も気はないことはないでしょうが、鉄砲で殺すほどは恨んでいるわけはありません。古文の銀蔵は気のいい男で、内々は何と思っているか知れませんが、ご神祖さんの言うことはどんな無理でも聞いている様子です。おかみさんのお縫いさんはよくできた方です。家柄も育ちも立派な人だそうで、持参金もしっかりあり、好きで三七郎親分と一緒になったということですが、今では三七郎親分は顔も良くなり、金もできて随分道楽もするようですが、あのおかみさんには一目も二目も置いているということです。もう四十を越してシワが目立つ年になりましたが、若い時は随分綺麗だったと昔のことを知っている人は申しております。猿松の話はかなりよく行き届きます。猪之助のことをいろいろ言っているくせに、猿松も名取屋のことは念入りに観察しているので、奉公人たちとはまた違った細かいことを知っているのでしょう。外へ出ると慌て者の八五郎は入り口までかけて干してある戸網に首を突っ込みました。おや、大きなイルカが取れたぜ。平次はからかいながら八五郎の曲げ節から網を外してやりましたが、ふと気がついた様子で、お、とっつぁん、この戸網がひどく損じてるじゃねえか。まだ新しいようだが、砥石の鉛が随分少なくなっているが。平次は戸網の裾を上げて、おもりの鉛の不足したのを勘定しております。ええ、困ったことで。それは水の底で取れたんじゃなくて、人に盗まれたもんですよ。子供たちがベーゴマかなんかに使うのに、一つずつ取っていくんでしょう。猿松はブリブリ言っておりますが、この鉛の重りの紛失が平時には全く違ったことを教えている様子です。この長屋うちに鉄砲か炎症のことを知っている者はねえのか。漁や網のことならあっしもよく知っておりますが、鉄砲火事とか花火屋とかありましたよ。親分さん、死んだご神祖さんですがね、元は日本雑誌じゃないが、去るお大名の鉄砲足軽でお節をいただいて、火薬庫の番人などをしていたということでしたよ。本人はただの町人の子じゃないって自慢したいところだが、鉄砲足軽の娘じゃねえなどと笑っていましたよ。ありがとう、いろいろ面白い話を聞いたよ。ところでとっつぁんもいつまでも一人でいちゃろくなことはなかろう。気に入ったばあさんでも見つけて一緒になったらどうだ。52ですよ、あっしは。親分さん、52だって62だっていいじゃねえか。その気ならいいのを探してやるぜ。平次の言葉は決して冷やかしとは思えませんでした。52になる童貞は22になる若い男よりもベターハーフが必要なことをつくづく悟らされたのです。第6章、北側の三軒長屋に、あんま夫婦と浪人波多野寅喜とヤクザの雄吉の家を訪ねましたが、これは名取屋の北窓と相対しているので、思いのほか人と人との交渉が少なく、あんま夫婦がお船のことを決してよく言わなかったこと、波多野寅喜が、いつかは殺される女さ、あのお船というのは随分きれいではあったが、腹の底に毒があって気の許せない女であったよ。
私も変な気を起こしたこともあるが、人の目かけじゃどうにもならない。諦めてよかったよ。こんなことをぬけぬけという中年者の浪人です。ヤクザの雄吉は自分のうちにいないことの方が多く、現に昨日も友達大勢と川崎へお参りに行ってまだ帰らず、うちも開けっぱなしでその気楽さが徹底しております。どうしたもんでしょう、親分。わしには見当もつかなくなりましたが。八五郎はこの辺りでもう投げてしまいました。だんだん分かってくるじゃねえか。もう一度猪助のところを当たってみよう。平次はひどく興奮しております。ゴールが近くなった証拠でしょう。馬鹿の猪助はもう昼も近いというのに雨戸を閉めて寝ておりました。おい、起きろ起きろ。八五郎が叩くと、今開けますが。のそりと起きた猪助を、はあ、この野郎、みんな分かってしまったぞ。白状しろ。お船を鉄砲で撃ち殺したのはおめえだろう。証拠はみんな揃ったぞ。平次は飛びついてその胸ぐらをつかみました。ああ、違う、私じゃない。何を言いやがる。おめえの他に隣の空き家の物干しから鉄砲を撃ち込むものがあるものか。ああ、いていて、ち、こうしているうちに隣の空き家を探してくれ。この野郎はさっきから空き家の方ばかり気にしている様子だ。ええ、あのうちならタバコ散布の間に天井裏まで探してみせますよ。八五郎は飛んで行きましたが、間もなく勝ち時を上げて帰ってきたのです。どうした八？押し入れの中にこんなもんがありましたよ。花火筒の孫みてえなのは。八五郎が持ってきたのは長さ二尺、太さ親指ほどの節を抜いた竹で、その上を厳重に紙を巻いて糊付けにし、さらに太いタコ糸ほどの紐で念入りに巻き込んだ品だったのです。鼻の先へ持ってくるとプーンと炎症が匂います。なおも念入りに見ると、竹筒はそれほど厳重に巻いているのに割れが来ており、元の方には小さい木の線と台が取り付けてあり、その端っこに穴を開けて怪しげな火皿ができているのです。こいつは鉄砲じゃねえか八。そんなもんで人が殺せますかね、親分。殺せるとも。真田幸村は張り抜き筒で大阪城の天守閣を吹っ飛ばしたというじゃねえか。炎症が少なくて的が近いもんなら、これでも結構役に立つぜ。後年大塩平八郎は同じ紙製の張り抜き筒で大阪に反乱を起こし、維新当時は木製の大砲で漢族両軍が戦った例もあります。空き家で見つけた竹製の鉄砲は思いのほか成功で、素人の細工としてはまず最上のものでした。さあ、こんなものをどっから出した。誰がこしらえた。平次が締め上げると、猪助はわけもなく白状してしまいます。いやいや、言いますよ。足がこしらえたんだ。嘘をつきやがれ。おめえの手際でこれができるもんか。大船さんが教えてくれたんだ。急所急所は手伝ってくれたんだ。何？お船が？平次もそれはあまりにも予想外でした。あの人は鉄砲足軽の娘で、こんなことをよく知っていたんだ。炎症だってあの人に教わって俺がこさえたんだぜ。鉄砲足軽の娘が見よう見まねで竹の鉄砲も作り、長石と硫黄と木炭末を混合して幼稚な火薬も作れるはずですが、その鉄砲と火薬で自分を撃たせたのは意味のないことです。お船はおめえに指図をした。それで自分を撃たせたのか。空き家の物干しから見ると2階の障子に女の影が映ったんだ。それがお船さんと知らねえから関税寄りの口火で狙い定めて撃ったんだ。それが猪助は手放しで泣くのです。するとおめえはおかみさんのおぬいを撃つつもりだったのか。平次もこんなに驚いたことはありません。お船は本妻のおぬいを殺してその後釜に直ろうとしたが、おぬいは武家の出で気性も腕もしっかりしているので、お船などの手に合わず、馬鹿の猪助が死ぬほど自分に惚れているのを利用し、竹製の鉄砲や炎症の作り方までも教えて、いつもは2階の部屋にいるはずのおかみのおぬいを
隣長屋の物干しから撃って殺させようとしたのでしょう。まさに人を呪わば穴二つのことわざ通り、縫いを狙った伊之助の鉄砲がたまたま用事で2階に行った自分を狙ったとは、なんという皮肉さでしょう。でも障子は締め切ってあったはずだ。どうして狙いを定めたんだ？平時にはそれが残る一つの不思議です。影帽子を狙ったよ。胸のあたりを。間違えなかったはずだ。このモノマニアは教わるるまま器用に竹の鉄砲を作り、弱いながらも炎症までこしらえているのに、障子の中の人を狙うのに影帽子に狙いを定め、間違いはなかったはずだと信じているのです。親分、不思議ですね。影帽子を狙って人が殺せるもんでしょうか？八五郎はふとこの男の推理の欠点に気がつきました。その通りさ。影帽子を狙って弾が当たるわけはねえ。お船を殺した者は他にあるに違えねえ。その男を誰かに任せてもう一度やり直しだ。第七章。ちょうどやってきた下っ引きに伊之助を任せて、平次と八五郎はもう一度名取屋に取って返しました。すると北側の三軒長屋のもんでしょうか？と八五郎。いや、北側の長屋からは名取屋の南側2階にいる者は撃てねえよ。すると名取屋のうちのもん。主人三七郎とおかみのおぬいは茶の間にいた。二人は下死人じゃねえ。下女のおとみはお船と仲が悪いがお勝手にいたはずだから、茶の間を通らずには2階へ行けねえ。するともう一人のやつだ。お船が伊之助に竹で鉄砲をこしらえることと炎症の合わせ方を教えるのをそっと盗み聞きして、同じものをこさえたやつがあるに違えねえ。その野郎が伊之助が物干し場から2階を狙っているのを見て、そっと店から2階の廊下に出て、伊之助の狙いが外れて驚いて部屋から逃げ出してくるお船を廊下の方から撃ったんだ。鉄砲の音は2つ聞こえたわけだ。その通りだ。その野郎は死んだお船を部屋の真ん中へ運び入れた。伊之助が撃った鉄砲玉は勢いが弱いからひょろひょろっと床の間の楓の柱に当たって、少しばかりめり込んだのを刃物で楓の柱を削って掘り出したんだろう。それはその晩のうちに人知れずやったこったろうが、廊下の方のからかみに響いた血だけはどうすることもできなかった。その下死人は誰です？八五郎は意気込みました。もう分かりきっているような気がします。鉄砲の音を一つしか聞かねえと言った人間だ。おかみのおぬい？あれは下死人をかばったんだ。二つ聞いたと言っておいて、後で一つと言い直した。あの女は恐ろしく利口だ。あの時も下死人を見破ったんだ。するとあの野郎？そうだ、店に一人でいた古文の銀蔵だよ。八五郎はそれを聞くと名取屋に飛び込んでしまいました。激しい争いは神事にして終わって、八五郎の手にこの下死人は捕まってしまったのです。相変わらず八五郎のために平次はこう話してやりました。下死人の銀蔵は血を着され、馬鹿の伊之助は行方知れずになってだいぶ経った後のことです。お船は銀蔵を一度は甲州の一人にしていたこったろう。近頃本妻のおぬい殺しに夢中になっているお船が自分のことを振り向いても見てくれねえんで、銀蔵はふとお船を殺す気になったこったろう。伊之助のうちの土間でしろった土でこしらえた鋳型はあれは何です？鉄砲の弾を射抜く型だよ。あれに鋳掛けの使う小鍋で溶かした鉛を流し込み、ヤスリで凸凹を直すんだ。漁師はそうして鉄砲の弾をこしらえるということだ。鉛はどこで手に入れたんでしょう？猿松の戸網の重りを取ったのさ。硝石や硫黄は木薬屋で売っているが、素人のこしらえる火薬は弱えから本当の鉄砲には使われねえよ。銀蔵のこしらえた鉄砲は？大川が鼻の先を流れているよ。なるほどね。だが悪いのはお船さ。綺麗であったこったろうが、器量自慢が高じて本妻の命を狙ったのは底辺なこった。かわいそうなのは猿松で。綾の鼓だよ。
もっとも桂の池に身を投げる代わりに達者な花嫁婆さんを見つけたそうだが。平次は面白そうに笑うのでした。野村古道作銭形平次取物控えより綾の鼓書室講談クラブ昭和26年1951年2月号より読み切り。第一章。ハチ、ちょうどいいところだ。実は今おめえを呼びにやろうかと思っていたところよ。へえ、なんかごちそうでもありますかい。銭形平次はこんな調子で八五郎を迎えました。この頃の暑さで江戸の悪者どももサボタージュを決めているらしく、珍しく御用の方も暇だったのです。呆れた野郎だ。ごちそうならおめえを呼ぶもんか。一人で食うよ。ご親切なことで。今のは小言だよ。昨日向こう柳原のおめえのおばさんが来て、おしずを相手に半日くどいと言ったよ。ありがてえかって。たまには年寄りの言うことも聞くもんだよ。おばさんは苦労人だ。なかなか面白いこと言ったぜ。え？おいの八五郎も三十に近えから、一日も早く嫁を持たせて、メイドの姉にも安心させたいと思うが、あの様子じゃ嫁に来てくれてもあるまい。なんとか世間並みのたしなみだけでも身につけるように、俺よりは叱ってやってくださいとね。へえ、聞きゃおめえは昼の着物のまんまで床に潜り込んだり、ふんどしで顔を拭いたりするそうじゃねえか。おばさんはそんなことを言いやしたか。あんなしつけはした覚えはねえが、色気がないにしても困ったもんだと大こぼしよ。色気の方はまんまんとしているんだが。なおあれやな。平次はおばに頼まれただけの小言を一通り取り継ぎましたが、これがまことに儀礼的で、言う方も言われる方も一向身につきません。そのしつけで思い出したわけじゃありませんがね、矢野倉の本倉内氏辻万兵衛というのを親分は知ってるでしょ。ガラッパチは妙なことを言い出しました。知ってるとも。宝儀御用の本倉内氏だ。倉内氏は他にもあるが、人間が一国で几帳面で義理がたくって口やかましくって早い話がうるせえ方じゃ江戸一番と言われた男だ。そのうるせえ男が金がたまって商売が繁盛して、娘が綺麗で申し分のねえ暮らしをしているのに毒を飲んで自害したとしたらどんなもんで。八五郎はこんな人じらしなことを言って長い顎を撫で回すのです。貧乏人が死に急ぐするとは限るめえよ。金持ちだって死にたくなることがあろうじゃねえか。あっしが一向死にたくならねえところを見ると、それもシトリクスですかね。暮らし辻万兵衛が相続も改めず書き置きも残さず、あのしつけのいいのが怪しげな寝巻きを着て湯飲みで毒を飲んで死ぬなんざ変じゃありませんか親分。そう言われると言ってみなきゃなるめえかな。あち、矢の倉は銭形の親分の縄張り地ですよ。辻万兵衛の死んだのが殺しだったしには困ったことになりますよ親分。脅かすなよ。そんなことを言いながらも、事件の妙な匂いを感じたものか、平次は出かける支度をしました。矢の倉の辻万兵衛、公儀御倉内氏で職人ではあるが、それは大した見識でした。分けても主人の万兵衛は一人くつある男で、町内の口利きであるばかりでなく、分けても奉公人、すなわち徒弟の養成に妙を得た男で、ここで三年なり五年なり辛抱した人間は、広い江戸中どこへ行ってもまず食いっぱくれないと言われるほどいい訓練を身につけていたのです。その辻万兵衛が寝巻きを着たままで独死するということは、八五郎の頭で考えてもこれはただごとではありません。第二章。矢の倉の御倉内氏辻万兵衛の店へ着いたのは、昼を少し回ったばかりの時刻。主人の死が尋常でないという噂が立って、旦那寺でもそのままでは
弔いを引き受けてはくれず、ご検死を待って店中ただうろうろしている有様でした。八五郎親分、重ね重ねご苦労様だね。威勢よく迎えてくれたのは、近頃養子に迎えられた早川馬之助でした。元は武家だったそうで、武芸のたしなみも相当らしく、身のこなしが軽症で折り目高なものの言いようをしますが、肌合いは間違いもなく町人で、二十五六のいい男でもあります。この男がやがて矢の倉小町と言われた娘のお菊と祝言するのでしょう。案内されて店に続く仕事場の裏、主人万兵衛の部屋に二人は通りました。八五郎は朝のうちに一度やってきて、一通り目を通した上、怪しいと睨んで、そのままにして奥よぼにと厳重に言い置いたはずですが、部屋へ入ったとっさの間の感じが、なんとなく先刻の印象と違っていることに気がつきました。ここへ誰が人を入れたのか。八五郎は恐ろしく不機嫌です。やはり仏の世話もしなきゃならない。それにうちの者の身になると線香くらいはあげたくなりますよ。馬之助は丁寧ではあるが厳重な答弁ぶりです。何か変わったことでもあるのか。八平次は取りなし顔に口を入れました。枕元の盆がなくなっていますよ。土瓶と湯飲みが臭かったんで。八五郎はそのあたりをキョロキョロ見回しておりますが、その臭い土瓶や湯飲みは部屋の中のどこにも姿を隠してありません。ああ、それならさっき下女のお部屋に片付けさせました。少し邪魔だったもので。仏の枕元に首うなだれて控えていたボロ切れのような男が顔を上げました。これは辻万兵衛が手塩にかけて育て上げた内弟子の一人、国松という日部死後の若い者です。おめえはそこで何をしていたんだ。ええ、仏様のお守りをしておりました。親方はあの通り江戸一番の元気のいい方でしたが、心の中じゃひどく寂しがり屋で。国松はそう言って顔を伏せるのです。目の細い、鼻の大きい、顎の張った十分実直らしい男ですが、その代わり若さも覇気も消耗し尽くした、どちらかといえば醜い男です。平次はそれに取り合わずに床のそばにいざり寄って問題の死骸を見ました。たった一目ではっと息を飲んだのも無理はありません。それは猛毒で死んだ者によくある恐ろしい苦悶の表情で、口の隅からわずかに血潮の糸を引いているのも、口の中のくるずんでいるのも、体に斑点の目立つのも、不自然な体の歪みも、慣れた者の目には一点疑いもない毒死だったのです。なんということだ。平次は今さら腹を立てる張り合いもありません。死骸の前にあった土瓶と湯飲み、その中には受け合い、まだ主人万兵衛を殺した毒が残っているはずのが、故意か偶然か無造作に取り捨てられてしまったのです。行って探してきましょうか。土瓶の中には煎薬があったようですから、ご見た目にでも捨ててあるかもわかりません。それも大事だが、それよりうち中のものをみんなここへ集めてくれ。一応顔を見ておきて。へい。八五郎は飛んで行くと、檻から駆けつけてくれた土地の下っ引きと力を合わせて、店中の人数を主人の死骸の前に呼び集めました。もっとも近所の衆や今朝やってきた親類の者を除けば大した人数ではありません。主人万兵衛の死んだ後では、この家の辛抱になっているのはお菊という一人娘で、これは矢の倉小町と言われて十九、無口でおっとりして親の万兵衛の口やかましかったのを、この娘の品の良さで割り引くような世にも優れた江戸娘でした。ひどく打ちし折れてはおりますが、親の死にあった悲しみさえも奪うことのできない青春の美しさは、涙の暇にもカッと辺りを明るくしております。その隣にいるのは
目かけのおつね、早く女房に別れた万兵衛は、不自由さと寂しさを紛らすために、うっかり奉公人を昇格させた三重女です。法令で色っぽくて愛嬌がポタポタこぼれそうですが、それだけ下すばって欲が深そうで、そして存分に肉感的でもあります。番頭の一五郎は四十五六。これは蔵打ちの仕事よりは、そろばんの方が達者で、物欲の旺盛らしい、青黒いのっぽです。蔵打ちの仕事をしているのは、甥の賢吉と、職人の金次と国松の三人。三人ともこの屋根の下に住み、長い苦しい修行を積んで、蔵打ちの仕事を身につけているのでした。そのうち、甥の賢吉は、一番年上の三十前後、弁行の達者な、身柄を崩さない、内々では稽古所へも出入りしそうな、小粋な男前です。金次は、ただの職人で、年季を入れた腕と、手堅い人柄を買われて、万兵衛にも重宝がられておりました。男前も平凡、物言いも尋常。親方の万兵衛の非業の死の前にも、一番冷静に取り澄ましているのは、この男でした。年の頃は27、28。こんなのは、恋も手柄も、派手な舞台もなく、陰花植物のような一生を終わる人間でしょう。養子の馬之助は25、武家上がりで、切れ者で、ちょいっといい男で、そして愛嬌者でもありました。武家の出という抜くことのできない自尊心が、少年の底にこびりついていなかったら、随分人にも好かれ、女の子にも騒がれる男かもしれません。もう一人の職人の国松は、粘液質の見本のような男で、武男で気が利かなくて、そのくせ一国者で、人がよくて、朝から晩まで、主人万兵衛の小言の嵐を浴びるようにできた人間でした。万兵衛はまたこの子飼いの弟子が、可愛くて可愛くてたまらないから、叱りもし、打ちもして、一番激しく修行をさせるのだと、日頃人にも話し、機嫌の良い時は、当人の国松にも打ち明けておりました。あとは15になる小僧の鬼太郎と45の出戻り女で、この家に10年も奉公している下女のお早だけ。鬼太郎は混ぜた利口な少年で、お早は鈍重で人の良い仕込めというほかには言うべきこともありません。以上9人。仏と平次と八五郎と中心にして、縁側まで居並びました。この中に、間違いもなく主人万兵衛を殺した者がいるんだ。平次はずらりと並んだ顔を見渡しました。綺麗なの、醜いの、平気なの、緊張したの。なかなかに面白い取り合わせです。第三章。これはいつもの平次のやり方とは全く違った方法でした。9人の容疑者を一室にまとめ、殺された死骸を前にして、一人一人に存分のことを言わせて、この言葉の微妙な食い違いの中から本当の犯人を探し出そうとするのは奇抜ではあるにしても、その成果を十分疑われるやり方だったのです。最初はお菊さんに聞こうと思うが。平次の言葉につれて、お菊はその美しい顔を上げました。父の死という恐ろしい悲嘆のうちにも、奪う由もないこの娘の美しさは、どうかしたらこの魅力が悲劇の原因ではあるまいか。平次はふとそんなことを考えたほどです。第一に、お父さんを恨んでる者はなかったかな。平次の問いは極めて常識的でした。そんな人があるはずもありません。とっさんはみんなによくしてやろうと一生懸命でした。娘のため、奉公人のため、世間のため、そんなことばかり考えて、日頃口やかましかった父親の態度は
生きているうちにこそ多少鬱陶しいものでしたが、そのやかましい口が永久に閉ざされた今となっては、懐かしくやるせない思い出の一つだったでしょう。ところで、お嬢さんの祝言はどういうことになっていました？平次の問いは露骨で不作法でさえありました。そいつは無理だよ、銭形の親分。お菊さんはかわいそうに真っ赤になっているじゃないか。横から口を入れたのは養子の馬之助でした。それじゃあおめえさんから聞きましょうか。平次の調子のさりげなさ。お菊さんは重苦の役だ。祝言は来年の春ということになっていたんだよ。なるほどね。ところでついでに馬之助さんに聞きますが、万兵衛さんには敵がなかったでしょうか？それはあるはずはない。口やかましいと言ったところで申し分なくよくできた人だ。するとご主人は人に殺されたのではなくって石見銀山か何か飲んで自害したことになるが。平次は一歩突っ込んだのです。そんなバカなことが。景色ばんだのはむくつけき男の国松でした。それじゃあ順序を立てて聞くが、よく考えて返事をしてもらいて。一座はなんとなくシーンとしてしまいます。まずこのうちには石見銀山のネズミ取り薬などがなかったでしょうか？そんな物騒なものはありません。主人は人間にも毒になるような薬を置くよりはネズミの暴れる方がまだしも安心だと思っていました。めかけのお常は言うのです。口やかましくてつい人の恨みを買いかねないと意識する人間が刃物や毒物を怖がるのはよくある例だったのです。お常の言葉が終わらぬうちに八五郎に耳打ちをされて、二人の下っ引きが外へ飛び出しました。町内の木薬屋を一軒一軒歩いて、このうちの者に石見銀山を売らなかったかどうか確かめさせたのですが、しかし全くの無駄骨と後で分かりました。そこで店中の者で近頃主人といさかいをしていた者があるだろうと思うが。平次が9人の者の表情を読むと、大勢の目は着せずして目かけのお常の面上に集まるのでした。あれ、私は別に喧嘩をしたわけじゃありませんよ。ただちょいといつまでも奉公人並みではかわいそうだから、後添えに直すものなら直して、それからお菊さんの祝言も母親ということで世話をしたいと言っただけじゃありませんか。それより近頃は馬之助さんの方が仲が悪かったじゃありませんか。大勢の視線がまぶしくなったものか、お常はついこんなことまで言うのでした。大勢を並べておいてこちらから出す問いの反響を見るのもまんざら悪くないて。平次はそんなことを考えているのでした。ところでゆんべこの部屋にやってきて主人に会ったのは誰と誰だい。平次は局面を展開しました。私は夜のご飯を持ってきましたが。下女のお早でした。その時主人は何か言わなかったか。少し初期あたり気味で昼過ぎから床を敷かせて休んでおりましたが、私がお膳を持っていくと、ありがたいなおはや、こう寝ていて三度のもののいただけるのはみんなのおかげだよと言っておりました。それっきりか。その後でここへ来たのは金地さんと馬之助さんとご新造さんと国松さんで。下手人の疑いは次第に極限されて、お常、馬之助、金次、国松の4人に限定されそうです。薬は誰が持ってきたんだ。それは私の仕事でした。でも私は石見銀山なんか入れやしません。お常は妙に宙を入れるのです。第4章。お常が薬を持ってきたのは6時半、7時でそのまま別室に退いて今朝まで何にも知らずに寝ていたと、この豊満なお目かけは言うのでした。近頃仲違いをしている上、病弱で年を取った主人の万兵衛は近頃あまりお常を寝室に近寄せずに寒弱な老いを楽しむ風もあったのです。その後でここへ入ったのは、私は
一日の帳尻を見せに来たが、それは毎晩のことで不思議でも何でもない。帳尻といっても新しい注文のない日は、古い注文とその品の出来具合を話すだけだ。馬之助はこう言います。わしは呼びつけられて叱られた方で、あんまりバレた話じゃないが。金次は小瓶をポリポリとかきます。何を叱られたんだ？少し道楽が過ぎるというだけで、毎毎のことで慣れっこですがね。金次はこんなことを言っているのでした。その後で私が参りました。毎晩のことで足を揉んであげようと思いましたが、よく寝込んでいる様子でそのまま戻って参りました。そういうのは国松でした。煎じ薬はまだ飲まなかったんだな。その時は茶碗は伏せてありました。まだお薬を召し上がらなかったと思います。いつも夜中に喉が渇いた時飲むんだと言って枕元に用意させておきました。ご町内の慶安先生の処方の煎釈の薬でございます。国松はしとしとと説明するのです。しかしそれだけのことでは誰が下手人とも見当がつかず、銭形平次も指をくわえて引き上げるほかはなかったのです。主人の部屋へ一番後で入ったというあの国松という男が怪しいじゃありませんか。それに毒薬の土瓶まであの男が捨てさせましたぜ。引き上げて帰る途中、八五郎は八五郎らしいことを言いましたが、平次はそんな手軽なもんじゃねえよ、それを取り合おうともしません。大概の事件は一日のうちに片付けて、女房のおしずの晩酌のサービスを満喫する平次ですが、この時ばかりは大しくじりでぼんやり帰ってきて、八五郎を相手にほろ苦い杯をなめている真っ最中でした。ごめんください、矢の倉から参りましたが。やがて四つ十時も近かろうと思う頃、思いもよらぬ客があったのです。なんだおめえさんは、国松じゃねえか。迎え入れた八五郎も少しばかり予想外でした。それは辻万兵衛の秘蔵弟子で、昨夜万兵衛に最後に会ったという内弟子の国松のしおれ返った姿だったのです。親分、私は大変なことをしてしまいました。国松はそう言いながら、へたへたと平次の前に崩れてしまいました。何を言うんだ、まさかおめえは主人の万兵衛を殺したというわけじゃあるめえ。ああ、一杯飲んで元気をつけて、ゆるゆる話してみるがいい。それが親分。平次はもうある程度の洞察をしていたのでしょう。親切に国松を迎えると、杯をつけてその前へ押しやったりするのです。衆殺しは貼り付けだぜ、めったなことは言わねえ方がいい。俺は知っての通り、十手取り名を預かっている人間だ。それが親分、わしは主人を殺したも同様でございます。どうぞこのわしを縛って突き出してくださいまし、お願いでございます。国松は畳へ手をつくと、卑屈な態度で平次を拝んだりするのでした。細い目、グロテスクな鼻、一生懸命になると醜い顔が痙攣して、言いようもない不思議な表情になります。少し気の勝ったものなら、なるほどこの血の巡りの悪そうな武男をしつけという口実でからかってみたくなることでしょう。話してみるがいい、一体おめえは何をしたというんだ。親分、わしはあのうちに12年も奉公をしております。その間どんな目にあったか、親分はじめ世間様も全くご存知のないことで。いや、知っているよ。公儀御蔵内氏の辻万兵衛はやかましいのと陰謀なこと、そうして弟子の仕込みのうまいので名題の男であった。うまいわけでございます。食べ物と鞭とで鳴らせばお猿も芸当をいたします。私は12年の長い間、自分で自分の体のような気になったことはございません。することなすことヘマとしくじりばかりで、朝から晩まで小言と冷やかしの浴びせ同士でございました。
彼がしつけというものだったら、あっしはつくづくしつけのない国へ行って、牛や馬のように暮らしたらどんなに気が楽だろうと思いました。あっしは親の道楽で御倉内氏のところへ年季奉公に住み込みましたが、本心を申し上げると御倉内氏などには死んでもなるのが嫌でございました。起きるから寝るまでこき使われ、叱り飛ばされてぶたれたりからかわれたり、時には昼飯を抜かれたり、12年の長い間、わしはこの辻万兵衛自慢のしつけの稽古台になって、目をつぶって暮らしてまいりました。ありようを申し上げると、わしは貼り付けになるのを覚悟の前で、主人の万兵衛を殺したかったのでございます。わしは12年の長い間、歯ぎしりをして暮らしました。その間に父親も母親も死んでしまって、わしは帰るうちもなくなってしまい、間抜けな犬のように一生あのうちで飼い殺されるほかはなかったのでございます。その上、親分さん、わしのたった一つの目当て、あの可愛らしいお嬢さんのお菊さんに婿が来ることになりました。武家での馬之助という男がよくて腕ができて、その上お世辞のいい男でございます。それに比べるとこの男のみすぼらしさは何ということでしょう。国松の嘆きはまことに深刻を極めました。振り仰いだ顔は涙に濡れて、不甲斐もなくおえつさえ喉に絡みつくのです。わしは主人を殺そうと思いました。でも臆病な足は貼り付け柱が目の前にちらついて、思い切ってそんなことをする気にもなれなかったのです。ところがゆんべというゆんべ、国松はごくりと固唾を飲みながら続けるのでした。昼のうちに散々に叱り飛ばされて、この上の我慢ができなくなりました。金々用意した石見銀山を持って、いつものように足をもみに主人の部屋へ参りますと、主人はよく眠っておりましたので、そっと煎じ薬の土瓶の蓋を取ると、中の薬がプーンと妙な匂いがしました。わしより先に行ったものが、主人の毎晩飲む薬の中に毒を入れたに違いありません。わしは自分のやりかけた恐ろしい企みも忘れ、よっぽど主人を起こして忠義立てにそれを教えてやろうとしましたが、思い直して黙って引き上げてしまいました。わしと同じように誰かが主人を恨んでいるものがあったのでございます。今朝になるとあの通り主人は死んでおりました。誰が殺したかわしにはよくわかっております。でも土瓶の中に毒を放り込んであるのを知りながら、黙って成り行きを見ていたこのわしも、衆殺しの罪は免れようはございません。親分さん、こう名乗って出て立派にお仕置きを受けようというわしの考えは無理でしょうか。親分、国松は平次の膝にすがりつかんばかりに不思議なことを口説き立てるのです。よしよし、おめえを縛るのはわけもねえが、それより俺は本当に主人を殺したやつの正体が知りてえよ。誰だいそれは。平次は当然の問いを投げかけたのです。一つも証拠がございません。親分、証拠がねえ。あの通り助裁がなくって腕っぷしが強くってはわしなどにはどうすることもできません。それより親分、このわしを縛ってください。わしはみすみす主人を見殺しにしてしまいました。なんというわからなさでしょう。国松はなおも平次に絡みつくのです。第五章。どうだ八、驚いたろう。しおしおと帰ってゆく国松を見送って、平次は八五郎にこう言うのでした。変な野郎ですね。これは一体何がむえてできたんでしょう。
自分が下死人でねえということを俺に飲み込ませたかったんだよ。へえ、それにしちゃ手数のかかった細工じゃありませんか。二人の話はそれっきりでしたが、矢の倉辻家の事件はそれだけでは収まらなかったのです。その晩真夜中ごろ、ようやく検視が済んだばかりで入管を明くる日に伸ばした主人の万兵衛の死骸が床の上からふらふらと起き出して廊下へ、隣の部屋へと歩き出したのです。死骸に魔が差したということは言い伝えにはよくありますが、お通夜の衆がどんなに肝を潰したか、それは想像も及びません。独死と決まってまだ入管もしなかったので、通夜といってもほんの 2,3 人だけ、それも夜中過ぎは眠りかけて正体のある人もいなかったのですから、屏風の中からふらふらと立ち上がった死人の姿に、ああ助けて、お化け、女子供が悲鳴を上げたのは無理もないことです。店二階に寝ていた養子の馬之助はこの騒ぎに目を覚まして、おっとり刀でガバと起きると、はしごを一足飛びに降りようとして、どう足を踏み外したものか、恐ろしい勢いで階下へ墜落しました。そうして自分の持っていた抜き身で首筋を貫いて、声も立てずに死んでしまったのです。これは実に江戸開府以来の怪事件とも言うべきでしょう。死人が逆さ屏風の中からふらふらと立ち上がったのも変ですが、後で気がついてみると、主人万兵衛の死骸は屏風の中に若年と横たわったままで、少しの動いた様子もなく、そうして養子の早川馬之助だけが二階のはしごの下で自分の刀で見事に喉笛を貫いて死んでいたのです。土地の下っ引きの報告で銭形平次と八五郎が矢の倉に駆けつけたのはその明くる日の早朝でした。八、おめえは奉公人たちの持ち物を調べてくれ。弁当は血のついた着物と娘のお菊に宛てた手紙だ。え、八五郎が下っ引きと一緒に飛んでいくのを見送って、平次はそっと娘のお菊を物陰に呼びました。お嬢さん、隠さずに言ってください。近頃お嬢さんに変な素振りをしたものはありませんか。店中のもので。それは従父の娘に問いかけるには随分突っ込みすぎましたが、今はもう遠慮をしている時ではありません。金次が変なことをしました。国松は？あの人は遠くから私を見つめて泣きそうにするだけで、金次のように手紙をくれたり、暗がりで袖を引いたりしません。ありがとうよ。そう打ち明けてくれると助かります。ところで亡くなった主人に体の似ているのは？太っている国松は時々とつさんの真似をしてみんなを笑わせておりました。もう一つ、近頃おとつさんと馬之助さんとは何か仲がうまくいかなかったようですね。離縁の話でもあったんですか？おとっさんが頑固すぎるし、馬之助さんも遊びすぎました。祝言前から店の金を持ち出すようではと、おとっさんがひどく小言を言っておりました。お菊の口から引き出せるのはこれくらいが精一杯です。表二階、夕べ死んだ馬之助の寝部屋はひどく取り乱したままで、夜中に飛び起きておっとり刀で階下へ行った様子はよくわかりますが、なお念入りに調べると、2階は物置兼用の至って粗末な部屋で、そのはしごも思いのほかのチャチなものです。その上はしごは明らかに動かした跡があり、死骸の馬之助の持っている刀は首を貫かれている自分の差し量と違って、全く間に合わせの大生枕とわかりました。親分、八五郎が勢い込んで飛んできました。なんだ八、娘へ当てた色文を温めているのは金次の野郎ですよ。それから血のついた着物なんかありゃしません。風呂場か流しを見たか。え、手帳のお早に聞いてみろ。誰の着物か知らねえ洗濯物がたらいにつけてあるはずだ。え、はしごを引いておいて
騒ぎに驚いて2階から飛び降りる馬之助を下から突き上げたやつがあるんだ。頭から血を浴びたにちげえねえ。まだわからねえのか。死人が歩き出して下は割れっ返るような騒ぎだ。2階で寝ていた馬之助は枕元に置いてあった刀を持って2階から降りたが、はしごが引いてあるとは知らねえから恐ろしい勢いで下へ落ちた。そこを狙って下から突き上げたんだ。少しぐらい腕があったって助かるようはねえ。そら誰です親分。死人に化けて逆さ屏風の中から出たやつだ。え？血を浴びた着物を風呂場か流して洗ったやつだ。平次の狙いは極めて簡単でした。風呂場のたらいの中に一絵を突っ込んでおいた男、あの一国者の国松はその場を去らず、八五郎のクソ力で組み伏せられたのです。驚きましたね。あの江戸一番の正直者らしい顔をした国松が下手人とは。事件が一段落になると八五郎は平次にこの事件の絵解きをせがむのでした。国松か、考えようじゃかえそうな男よ。辻万兵衛はあの男を仕込むということにしていじめ抜いていい心持ちになっていたんだ。意地の悪い姑が嫁を仕込むという口実でいじめるのも、ママ母がママ子をしつけるということにしていじめ抜くのも、みんな同じこったよ。へえ、国松はそれを世間体だけでもありがたく受けなきゃならなかったんだ。芸人などが弟子を仕込むのにひどいいじめをするのもみんな同じことだ。嫁が年を取って姑になれば、また自分の若い時のことを忘れてせがれの嫁をいじめるのと同じことだ。それは恐るべき私学教の仕業でしかありませんが、かつての日本ではそれを尊い死の恩とさえ思い誤り、無用にして過度の苦痛を強いて、もっともらしく美談として語り伝えたりしたのでした。国松は我慢がなりかねて主人に毒を盛る気になったんだろう。ところがその晩、自分より一足先に主人の先約に毒を放り込んだものがある。近頃万兵衛と仲違いして縁話の持ち上がっている養子の馬之助の仕業だとは思ったが、証拠が一つもねえ。迷いに迷った挙句、主人を殺して貼り付け柱を背負う気になったぐらいの一刻もんだから、俺のところへ来て自分の体まで投げ出してみんな話してしまい、間がよくば馬之助を縛ってもらおうと思ったらしいが、あれだけ残っちゃ俺も動き出すわけにはいかねえ。がっかりして帰った国松は無性に馬之助が憎くなったことだろう。主人の万兵衛を殺して娘のお菊をせしめるのがどうにも我慢ができねえが、証拠がなくて取って抑えることもならず、それかといって馬之助は腕っぷしが強えから正面から向かって勝てようはずはねえ。いろいろ考えた末、その脇差しをすり替えた上、二階のはしごを引いて下で死人の真似をした。国松の体が死んだ主人によく似ているから、主人の着物を羽織って額に三角の紙でも当てて屏風の中からぬっと出れば大概のものは目を回す。ひでえ野郎っすね。大騒ぎになって二階に寝ている馬之助が目を覚まし、降りようとしたが真っ暗な上にはしごを敷いてあるから見事に下へ落ちた。下で待っていた国松は突き上げて人たちに殺し、頭から浴びた血を風呂場で洗い落としたという順序だろう。驚きましたね。だからしつけも作法もほどほどでいいわけだな、八。へっ、こちとらはふんどしで顔を拭くぐらいがちょうどいいたしなみで、おかげで殺したくなる主人も色がたきもありませんよ。こんなことを言う八五郎です。野村古道作、銭形平次捕物控えより、歩く死骸、書室オール読み物、昭和23年1948年8月号より、全文読み切り。
第一章。親分、退屈だね。目の覚めるような威勢のいい仕事はねえもんかな。この説のようにかっぱらいや小泥棒ばっかり追っかけ回していた日には腕がなまってしようがねえ。ガラッパチの八五郎はそんなことを言いながら例の癖で自分の穴ばかり気にしておりました。大層なことを言うぜ八。さっきから見ていると指を順々に鼻の穴へ突っ込んでいるようだが、親指の番になったらどうするだろうと俺はハラハラしているぜ。銭形平次は早春の日向園に寝転んだままこんな無駄を言っております。つまらねえことを心配するんだね親分。俺は苦労症さ。その指をどこで拭くか、そんなつまらねえことまで心配しているんだよ。今晩あたりは受け合い大きな鼻の穴の夢を見るよ。うなされなきゃいいが。天下太平だな。だがな八、今に面白い仕事が舞い込んでくるよ。退屈なんていうのは鼻の穴のでっかい人間とは縁がねえ代物だよ。へっ、嫌に鼻にたたられる日だぜ。怒るなよ八。仕事が舞い込みかけていることだけは本当なんだ。聞こえるだろう、あの足音が。なるほどね、路地の中だ。そんな格好で耳を澄ますのはあんまと八五郎ばかりさ。鼻の穴で物音を聞いているようだぜ。また鼻かい親分。怒るなよ八。おめえの鼻がよく聞くから俺の仕事が運ぶんだ。平次の手柄の半分はいわば八五郎の鼻のおかげさ。今度お目にかかったら笹野の旦那に申し上げておこう。冗談じゃねえ。ところであの足音だ。後金の緩んだセッタを引きずり加減に歩くところは女や武家や職人じゃねえ。落ちぶれた農薬者でなきゃまず思案に余ったお棚物だ。縁側に寝そべって路地の外の人間を投資する平次の話を八五郎は小鼻を膨らませて聞き入りました。さっきから格子を開けかけて三度も引っ返しているよ。大の男があれほど迷うのはよくよくのことがあるんだね。行ってみましょうか親分。文句言ったら力ずくで引っ張り込む。そんなことをしちゃぶち壊しだ。そうでなくってさえ迷い抜いているんだ。うっかり声をかけると逃げ出さないまでも用心深くなってタニシみたいに口をつぐむに決まっている。知らん顔をしているんだ。それ格子を開けたろう。お静が出て行った様子だ。ほっておけほっておけ。精一杯知らん顔しておめえさんの話なんか少しも聞きたくないって顔するんだよ。わかったか。出しゃばっちゃならねえ。平次の言葉の終わらぬうちにお静は一人の男を案内してきました。親分さん、初めてお目にかかります。私はお棚物風の四十男、渋い好みですが手堅いうちにも税があって後金の緩んだ雪駄を履く人柄とは見えません。まあいい番頭さん、お急ぎの用事でなきゃ一服やってからお話を伺いましょう。ここは日が入ってとんだ暖かだから。へっ、ありがとうございます。そうのんきにしてもいられません。まあいいだろう。あっしゃおかっぴきにはちげえねえが、こんないい心持ちの日は仕事の話を聞くのはでえきれいさ。うつらうつらしながら三度の飯を待つなんざしゃれたものさね。この男は八五郎といって家にいる下っぴきだ。遠慮なんかいるものか。朝から花ばかり掘っているんで遠慮の方で驚いて逃げ出したってね。ありがとうございます親分さん。
何を隠しましょう。私は日本橋通り三丁目、越前屋宗七の番頭、徳三郎と申す者で。平次とガラッパチは、それとなく顔を見合わせました。越前屋というのは、日本橋切手の大きな金物問屋で、江戸武元番付の前頭筆頭に上がる家柄。先代の宗七は3年前に死んで、今は手代上がりの養子、宗七の代になっていることは、おかっぴきならずともよく知っていることです。第2章、越前屋の番頭徳三郎の話は、いかにも雲をつかむようでしたが、それだけにかえって、何とも言いようのない危機が、越前屋いっぱいにはらんでいることは受け取れました。先代の宗七が死んだのは3年前。今の主人の宗七は、元千吉といった当園にあたる手代で、家付きの娘、おのぶと一緒にされ、越前屋の大寝台を相続しましたが、半年前、女房のおしんが怪しい死に様を遂げてからは、一人者の宗七は、放埓に身を持ち崩して、徳三郎の言うことなどは、耳にもかけてくれないというのです。それだけなら何でもありませんが、家の中には、1年前から、2組の異分子が入り込み、いずれも主顔で奉公人を使い回しているのでした。1組は、先代宗七の弟で、宗七存命中は、義絶同様、敷居もまたがせなかった勝蔵と、その娘のお優。もう1組は、先代の宗七、勝蔵たち兄弟には、老いにあたる菊之助という若い男と、それにつきまとって離れない奥目という商売人上がりの豊島だったのです。今の主人の宗七様は、元は私どもの奉梅でございますが、昨日優しいいい方で、道楽さえ内輪にしてくだされば、申し分のない主人でございます。が、勝蔵さん親子と、菊之助さん夫婦は、何を企むか分かったものじゃございません。先代のご主人は、忠義で亡くなりましたが、その娘のおしんさんは、半年前のある晩、何を食べたか、もがき死にをなさいました。その時は町内の本堂がごまかしてしまいましたが、恐ろしいことに近頃になって、ご主人宗七様の命を狙う者があるような気がいたしてならないのでございます。四十男の徳三郎は、物静かな調子ながら、怯え切って唇を震わせております。なぜ主人へ言わないんだ?と平次。こうしました。幾度も幾度もうるさいほど申しました。一向取り合ってはくださいません。何分若い盛りの主人でございます。実を申せば、ご心臓がなくなって、あの大寝台が自由になるのを、結局気楽なことに思っていらっしゃるようで。徳三郎は、と口をつぐみました。さすがに言い過ぎたことに気がついたのでしょう。ご親族が死んだのは半年前だというし、おじやおいが入ってきたところで咎め立てするわけにもいくめえから、それだけのことじゃおめえさんと一緒に乗り込むわけにもいくめえ。おめえさんの忠義は結構だが、あんまり取り越し苦労をしねえように陰ながら主人を見張ってあげる方がよかろう。平次もそういうより他には工夫もありません。徳三郎の心配にやつれた痛々しさも気の毒ですが、つかみどころのない恐怖には、じっても取り縄も役には立たなかったのです。そんなものでございましょうか。昨日も主人は両国橋で、往来の者に喧嘩を吹っかけられ、危うく川へ投げ込まれるところだったと申しますし、四五日前には朝の味噌汁の中に
見たこともない恐ろしい虫が入っておりました。半妙と申すんだそうで。そりゃあ念入りだな。いずれまた思案に余った時はお知恵を拝借に参ります。私がここへ来たことが知れると、悪者どもはどんなひどいことをしないとも限りません。どうぞご内分に願います。そりゃあもう番頭さん、誰にも漏らすようなことはねえよ。店を抜け出してくるのも容易じゃございません。今は何時でございましょう。7つ少し回ったばかりだ。なあ、八。そんなものでしょうよ。横丁の師匠が銭湯へ行ったし、赤鉢巻きの豆腐屋が通ったばかりだし、八つ出の葉へ日が落ちたし。八五郎の時計は誠に念入りです。それでは大急ぎで帰らなきゃなりません。徳三郎はしょんぼり立ち上がりました。少し華奢な撫で方、四十男の疲れは見えますが、大棚を背負って立つだけに、なんとなく貫禄があって、あまり丈夫そうでない体から、精力的なものが発散するといった人柄です。その後ろ姿が路地の外へ消えると、ハチ、てめえの花が役に立ちそうだぜ。あの番頭さんの後をつけて、通り三丁目まで行ってみてくれ。姿を見られちゃならねえよ。勝手に。八五郎はそのまま猟犬のように飛び出したことは言うまでもありません。第三章。親分、大変だ。ガラッパチは横っ飛びに格子へしがみつきました。なんだ想像し、越前屋の番頭が消えてなくなったとでも言うのか。それどころじゃねえ。ああ、平礼。格子の外でわめき散らされちゃ、町内の人たちが驚く。おかっぴきのたしなみは、そんな時ほど静かにするこった。平次が開けてやると、転げ込んだガラッパチ。水をいっぱい送んね。上がりがまちに座り込んでしまいます。ああ、切れた野郎だ。底辺の口はまさか、喉が渇いたってことじゃあるめえ。おやぶん。喉も渇いたが、それより越前屋の主人が死にましたぜ。なんだと？誰が殺した？平次は思わず膝を立て直しました。番頭の徳三郎が帰ったばかり、その口から聞いたあやかしが、四半時も経たないうちに越前屋の主人を殺したと平次が直感したのも無理のないことでした。殺されたんじゃねえ。死んだんで。もう少し詳しく話してみろ。詳しくも雑にも話しようはねえ。親分の言いつけ通り番頭の後をつけていくと、あの番頭はまた恐ろしく几帳面な野郎で、脇見もしなきゃ後ろも振り向かねえ。往来の真ん中を一文字に歩くんだ。子供だって後をつけられら。無駄を言うな。まっすぐに越前屋へ帰ると、店の中は煮えくり返り騒ぎだ。番頭の留守に主人の宗七が、くず金物を入れた大箱の下敷きになって死んだんですぜ。てめえは見なかったのか？見ようと思ったが、後をつけた番頭に姿を見られちゃ悪かろうと思って、匂いだけ嗅ぐと飛んで消えるやつだよ。そりゃよかった。放っておいても向こうから迎えに来るよ。でしょうかね。見てみるがいい。平次の言葉は見事に当たりました。それから間もなく、越前屋の向かいが、八五郎と同じように、息せき切って飛んできたのです。親分さん、越前屋から参りました。主人が大変でございます。ちょいっとおいでくださりますように。どれの差し図だ？おじさんの活動さんで。一体主人がどうした？指図をした人を聞いて、それから主人の様子を尋ねるなどは、随分際どい駆け引きですが、使いの若い男はそんなことまでは気がつきません。大怪我をなさいましたんで、へえ、命は。お気の毒なことでございます。怪我や病気におかっぴきは用事があるめえ。
上手なげかなり、それも及ばなきゃお寺へ行くのが順当じゃねえか。平次はますます峻烈です。それがその勝蔵さんが気に入らねえことがあるから、銭形の親分さんにお願いして見ていただくようにと言うんで。何？気に入らねえことがある？平次は考え込みました。使いは番頭の徳三郎が出したことと思い込んでいると、思いもよらぬ勝蔵の指図と聞いて、しばらくは迷った様子です。八、もう一遍出かけよう。へ、思いのほか込み入っていそうだ。まだ水も飲んじゃいませんよ。バカ野郎、手桶け頭でも突っ込んでいるがいい。平次はぎゅっと帯を締め直すと、おしずの出してくれた羽織を引っ掛けて、使いの男と一緒に出かけました。第4章。お、銭形の親分さん。越前屋の店へ入って、一番驚いたのは番頭の徳三郎でした。ご主人がどうかなすったそうだね。ちょいっと見せてもらおうか。へ、とんなことになって途方に暮れております。どうぞこちらへ。徳三郎の案内で煮えくり返るような家の中をかき分けるように裏口へ抜けました。ここでございます、親分さん。徳三郎の指した光景は全く惨憺たるものです。人の宗七、まだ30そこそこの若い男が納屋の裏、母屋の裏二階の下で幾実感とも知れぬくず金物入れの箱の下敷きになって首を胴にめり込ませて死んでいたのです。銭形の親分、ご苦労様で、お呼び立てしてすみません。おや、おめえさんは？先代の弟の勝蔵でございます。主人宗七の死にようがあんまり不思議でなりませんから、親分さんに来ていただくように申し付けました。四半時ばかりあっちがここに頑張っていて、誰にも手をつけさせません。どうぞご覧くださいまし。50前後、分別盛りという年配ですが、小博打が好きで身が持てなかったというだけに、なんとなく人へのしかかってくるような気の強そうな男です。紬の地味な合わせ、帯も髪も堅気な町人になりきっておりますが、言葉の底や大きい目の中には決して人にくだらない傲慢な魂がピチピチ踊ります。そらよく気がつきなすった。見つけたのはいつ頃でしょう？平次は相変わらずわだかまりもありません。半時ともなりません。猿の刻少し前で、奥目が稽古事から帰って2階へ上がると間もなく大きな音がしたんでびっくりして、2、3人飛んでくるとこの有様です。この箱は納屋の2階に置いたもので、一人で落ちてくるわけがありません。誰か押し転がして落としたか、2階の手すりの上に乗せておいて紐でも引いたか、とにかく細工があったことは確かで、ちょうど番頭は留守だし、私が頑張って誰にも手をつけさせないだけのことをいたしました。勝蔵の言葉は毒を含んで、誰かに当てつけていることは疑いもありません。誰にも手をつけさせない代わり、勝蔵おじさんだけはつけたかもしれないわね。なんだと、あま。勝蔵の憤怒の視線をたどると、人垣の後ろから25、26の化粧の上手な女が赤い唇を歪めて冷たい笑みを送っているのでした。俺は奥目という女で、先代の甥の菊之助がどこかの山からか拾ってきた代物っすよ。伝馬町の往路から這い出した博打教授を持ち寄りゃ少しマシでしょうよ。奥目は決して負けてはいません。何よ、引きずり目。いきり立つ勝蔵を、まあまあ、勝蔵さん、俺が悪い。我慢してやってください。
親分さん、どうぞお聞き流しを願います。腹ん中はみんないい人たちなんだが。番頭の徳三郎が一生懸命取りなします。番頭さん、ご主人はなんだってこんな場所へ来なすったろう。裏二階の下で納屋の影などへ大棚の主人が入るのはおかしいじゃありませんか。と平次。へえ、私にも一向合点が参りません。徳三郎はこんなことを聞かれると首筋をかいて尻込みばかりしております。みんな申し上げた方がいいよ、徳三郎殿。ねえ親分、主人の恥になることだが、隠したって隠しきれるものじゃねえ。みんな言ってしまいますが、主人の宗七は半年この方一人者で、道楽は強えが女には弱い方でした。何の因果か菊之助の女房のこの奥目に誘われて、おだまりおじさん面をさしておけばいい気になって、私がいつご主人を誘ったえ。畜生。奥目はまた生きり立ちます。誘われてと言ってわらきゃ気があってとしてもいい。とにかく菊之助が留守になって奥目が稽古事から帰ってくる頃を見計らっちゃ、この二階の下へやってきましたよ。大棚の主人がみっともねえ話ですが、表や家の中は人目が多いから、さすがにぬけぬけと奥目の部屋へも入れなかったのでしょう。死んだ者の悪口を言うんじゃないが、本当に仕様のない男で。おじ勝蔵の話はおそらく本当でしょう。その場にいる10人余り、一人も口を出す者もありません。場の紐は何だ？納屋の2階から狭い路地を隔てて相対したのは奥目の部屋。その部屋の格子に絡んで下までだらりと下がった朝縄を平次は指しました。思いやこう納屋の2階の手すりの上に乗せ、ちょいっと綱を引っ掛けておいて、こっちの格子から敷けばちょうど下にいる主人の頭の上に落ちますよ。活像の舌は辛辣でした。畜生、私を罪に落とす気かえ。つかみかかりそうな奥目の気組み、女がいいだけにその劇場的な顔は燃え立つ炎のような凄まじさです。そういちいちいがみ合っちゃかなねえ。もう少し仲良くしてもらいましょうか。平次はさして気にする様子もなく、そのあたりの様子を丁寧に見回りました。ゆんべ雨が降った後ですが、ぬかるみへ狭い板が敷いてあるのと、板のないところは大勢で踏み荒らして、何が何やら少しもわかりません。納屋の2階はガラクタの入れ場で、手すりといったところで頑丈一方の丸太をかすがいで締めた形ばかりのもの、その角になったところへくずかなものの箱を乗せれば、いかにも紐一本で落とせないこともありません。それを引いたといわれる朝縄は奥目の部屋の二階格子にだらりと下がって下の泥を引いておりますが、下からでは主人宗七に見られずに、その足が引けるわけはなかったのです。宗七の死体は見るも無残でした。脳天を打たれて首が胴へめり込むほどですから、大した傷がなくとも目鼻口から鮮血が吹き出して、四方の薄暗い中に二目とは見られないものすごさを漂わせております。何があったんだ？え？大きな声で四方を見回しながら、27、28の若い男が飛び込んできました。先代の甥で奥目の配偶者の菊之助です。お前さん、私は悔しい。奥目はやにわにその胸に飛びつくと身をもんで泣き出しました。強気で持ちこたえた劇場がいっぺんに破裂したのでしょう。第五章。菊之助は思いのほか善良な男でした。先代の宗七が
甥の菊之助を疎んじて、手代の千吉、後の宗七と娘のお信を目合わせ、越前屋の跡取りにしてからは、少し直気味で遊び始め、時の弾みでお久米のような鉄火者と一緒になりましたが、ふとしたことから先代の宗七が菊之助のためにかなりの金を残してあることを知ってからは、神馬のようなお久米をなだめなだめ、越前屋に帰ってきて店の仕事を手伝っていたのです。西国の仕事で毎日昼過ぎから夕景まで横山町の問屋仲間を回るのが菊之助の仕事。これは宗七ならずともみんな知っております。先代の主人がおめさに残したというのはどれほどの金なんだい？平次は一通り菊之助の話を聞くと、こう立ち入った質問をしました。それがわかりません。先代、私には肉親の叔父ですが、亡くなる少し前に私を呼んで、お前も若いから仕方もあるまいが、大概にして身を固めたらどうだ。せめて三年越前屋の店で辛抱しろ。その辛抱を見定めた上でお前にやるものがある、とこういう話でした。なんだよそのやるものっていうのは。亀一杯の金だそうですよ、夜分。先代がどこかに埋めてあるに相違ありません。中にうちの遺言も一緒に入っているはずです。おじが死んで暮れの12月がちょうど3年目、約束をしたことですから、金銀をいっぱい入れた亀を探させてもらいたいと主人へ言いましたが、そんな昔話みたいなバカなことがあるわけはないと、どうしても承知してくれません。主人の宗七が内々で探した要素はなかったのか？そんなこともあったようでございます。私が毎日昼過ぎから問屋仲間を回ることになったのも、一日いっぱい店にいては困ることがあったのでございましょう。菊之助はお久米と主人のことは何にも知らなかった様子ですが、その代わり他に主人を殺しかねまじき重大な動機を持っていたことを自分で喋ってしまいました。番頭さん、おめえさんは何と言っても後々の始末をしなければなるめ。菊之助さんの話をよく聞いて、折があったら勝蔵さんにでも立ち会ってもらって、その亀を探してくれまいか。平次は後ろの方で事件の成り行きを不安そうに眺めていた徳三郎を顧みました。へえ、承知いたしました。あきんどらしい早速の返事ですが、騒ぎに転倒してなんとなく気のない声です。それから勝蔵さんの娘さんがあると言ったが、と平氏。これですよ、親分。人垣の後ろの方から父親の勝蔵が引っ張り出したのは、すっかり怯えきった18区の娘でした。丸っぽ茶のなんとなく可愛げのある顔立ちで、妖艶なお久米とはいい対照になります。お夕さんとか言ったね。騒ぎの起こった時はどこになすった？奥でばあやと一緒にお仕事をしていました。主人はどんな人だと思った？お夕さん、どうせよくは思わなかったろうな。え、お夕は駆け引きも知らないような娘でした。お父っつぁんと仲が悪かったろう。え、お夕さんはここにいるのが嫌で嫌でたまらなかったろう。まあ、ご親族が死んでしまえば、主人といっても先代には他人のようなものだし、お夕さんでも入ってこなきゃ越前屋の後が立たねえとかなんとか言う人もあったんだろう。平次は妙に突っ込んで行きます。親分、娘はあの通りにねんねえだ。そんなことを聞くのは節操すぎはしませんかえ。
たまりかねて活動が口を出しました。地味で柔和で父親の活動には似たところもないようなお優は、全く平次の問いの対象には痛々しいほどだったのです。雇い人も一通り調べて、暗くなってから平次は引き上げました。親分、どうしてあの奥目を上がなかったんで。ガラッパチは人影のないところへ行くと、たまりかねた疑いを投げ出しました。主人が人に殺されたという証拠は一つもねえよ。それにあの二三十貫目もある箱を手すりの上へ乗っけるのは女の腕でできることじゃねえ。菊之助と二人がかりなら。それも考えたが、仕掛けの朝縄を格子に引っ掛けたままにしておいたのはおかしい。奥目が下死人なら人のかけてくる命に格子から敷いた朝縄の始末ぐれはできたはずだ。なるほどね。すると下死人は。番頭が一番怪しいと思ったが、俺のところへ使いを出したのが番頭でなくて活動だと聞いて気が変わった。へえ、今のところ一番怪しいのは、主人宗七が死ねば自由に宝の亀を探せる菊之助か、それとも越前屋の跡取りになるお優かな。俺にもわからないよ。驚いたな。この辺りがてめえの花の聞かせどこだ。しばらくあのうちを見はつくれ。まだまだ騒ぎは続くぞ。奥目も活動も容易に仕込む代物じゃねえ。平次のこの予想は一月経たないうちに見事に的中しました。第六章。越前屋の内外を見張っているガラッパチは、毎日三度ぐらいずつ報告を持ってきました。叔父の勝蔵と菊之助の女房奥目のにらみ合いはますます深刻になって、雇い人たちも手のつけようのないありさまですが、商売の方は長い経験を持った番頭の徳三郎が取り仕切って何の不自由もなく続けております。もっとも主人の宗七は女房のおしんが死んでからは、家業のことなどは一向身にしまなかったようで、死んでしまったところで店の締めくくりに何の不自由もあるわけはなかったのです。皆ぬかが過ぎると親類方が顔を寄せて、越前屋の跡目の下相談がありましたが、甥の菊之助を立てようという人と、姪のお優がよかろうという人と、二派に分かれて容易にまとまりません。もっともお優には親父の勝蔵という嫌な人間がついているのと、菊之助には奥目という悪い女が控えているので、どちらも店のためにはなるまいから、いっそ番頭の徳三郎を跡目に直し、親類から適当な嫁を見つけた方が先代の気持ちにも沿うのではあるまいかという意見もありますが、散々揉んだ末、先代宗七は実弟の活動を打滑のごとく嫌っていたのは隠れもない事実で、その娘のお優では改めて養子を入れる世話もあり、博打打ちの活動が出しゃばっては店の信用にも関わるので、先代の遺言状さえ見つかって菊之助が勘当を許されたことが分かれば、菊之助を跡取りにするほかはあるまいというところまで話が進みました。奥目は名うての鉄火者ですが、菊之助は名前のように優しい若者、奥目に溺れているほかにはまず欠点のない男だったのです。勝蔵は極力反対しましたが、番頭の徳三郎が菊之助の立場に同情して一生懸命親類型を説いたので、とうとう越前屋の内外を探してみることになりました。大判小判を入れた亀なんどは
飽きんどの店から出てきてたまるものか。昔話じゃあるめえし、バカバカしい。活動はもってのほかの機嫌でしたが、それでも土蔵の隅々、何度物置、天井裏から床下まで、手代小僧も混じりに、面白半分の家探しが始まると、じっとしてもいられない様子で、かなたこなたをうろうろしておりました。昼過ぎまで、人当たり探しましたが、家族や雇い人の知らないものは、何にも見つかりません。べらぼうめ、そんな夢でも見たんだろう。貧乏人はよく金の夢を見るもんだ。活動はしっきりなしに舌打ちをして悪魔をまき散らしております。博打打ちはサイコロの夢でも見るんだろう。奥目は腹を据えかねて食ってかかります。何を言いやがる。同じ細工をするなら手頃な瓶にビタセンでも詰めてよ、都合のいいように遺言状でもこしらえて埋めておきゃいいじゃねえか。猫の子ほどの知恵もねえ人足どもだ。活動の暴言は阻みようもなく越前屋の店中に響き渡ります。てめえのような悪党はそんなことをするだろうが、私たちはそんな細工は大嫌いさ。遺言状が出てきて夫が相続することに決まれば、博打打ちなんか敷居もまたがせるこっちゃない。なんだと、人殺し女め。二人はまた噛み合いそうでした。ちょうどその時、見つかったぞ、みんな来てくれ。床下に潜った小僧が大きな声を張り上げました。なんだ、何が言ってるんだ。亀より中身のことを気にした大勢は、先代の部屋だった六畳の畳を上げて、その床下に潜り込んだ小僧二人の上へ重なり合って覗き込みます。そんなに高っちゃ見えねえや。床下の土をかいていると亀が首を出したんだ。蓋がしてしまってあるぜ。小僧は下から咳き込んで報告しました。蓋を開けちゃならねえよ。亀を壊さないようにそっと掘り出すんだ。徳三郎は人間をかき分けて上から指図をしております。おいたのいた、上あげるぞ。亀は五六人の手で床の上へ引き上げられました。一斗入りほど大した大きいものではありませんが、何が入っているか非常な重量で、口は丸い板で押さえて渋紙をかけた上、縄で縛ってありますが、渋紙はボロボロ、地湿りで縄もすっかり傷んでいる様子です。何が減っているんだ。石ころか瓦か、後ですり替えられちゃ迷惑だ。中を見せてもらおうか。活動は飛んできて蓋へ手をかけようとしました。それはなりません。これは親類方と銭形の親分でも立ち会っていただいて開きましょう。この通り渋紙も縄もボロボロで蓋が動くから、上から油紙で押さえて、ここにいるだけの人数で封印をしておきましょう。徳三郎は慌ててその亀を抱え込むと、活動を払いのけてキッとなりました。理の当然でもあり、大店の支配人の権力でこう言われると、おじでも親類でも口の利きようがありません。気の利いた手代は商売用の油紙と太い麻縄を持ってきました。徳三郎は司法に気を配りながら、ひどく崩れた蓋を直して、その上からそっと油紙をかけると、麻縄でキリキリと縛り、上から身の紙を細く切って巻いた上、立ち会った人数だけで封印をし、そのまま外の泥を拭いて仏壇の中に収め、ぴたりと扉を閉めました。明日は
親類方に集まっていただくとして、今晩は店中の者が代わる代わる三人ずつ張り番をしてくれ。徳三郎の処置には文句のつけようがありません。活蔵は黙って引っ込むと、おくめは勝ち誇った姿で家の中いっぱいにはしゃぎ回りました。第7章。親分、亀を開くな。小5つだ。ぼつぼつ出かけるとしましょうか。ガラッパチに誘われると、平次は何やら考えに沈みながら顔を上げました。なんだか知らねえが、俺はバカにされに行くような気がしてならねえ。一体下手人は誰だろう。親分は大概目星はついたでしょうが。それがわからねえから不思議だ。長い間十手取り名を預かって、いろいろの人間を手がけてみたが、こんな悪く利口なのは初めてだ。証拠を一つも残さねえから怖い。親分が怖いんつって？そうだよ。不思議なことがあるもんだね。あしには悪者がよくわかってるつもりなんだが。どれだ？活蔵ですよ。バカなことを言え。あれは江戸中でもめったにねえほどの正直者だ。正直すぎて困るぐらいの男さ。へえ。平次はそれっきり口をつぐんで通り三丁目へと急ぎました。越前屋へ着くと、親類方がみんな集まって、活蔵親子、菊之助夫婦、徳三郎などと一緒に仏壇から取り出した亀を睨んで平次の来るのを待っているところでした。遅くなりやした。挨拶が一渡り。それではよろしゅうございますか。皆様のお言葉に従って私が封印を切ります。親類総代の怒りや万兵衛、亀の封印の異常のないことを確かめさせた上、ハサミを借りて麻縄を一本一本切りました。油紙を覗くと、中からはボロボロの渋紙と腐った麻縄、その下に板の蓋が少しばかり見えております。ちょっと拝見。平次はいざり寄って渋皮と麻縄と蓋を見ました。この辺りはバスへのひどいところで、天日の届かぬ床下に3年以上埋められたのですから、地湿りとカビでめちゃめちゃに傷んでおりますが、埋めた時のままに相違はなく、腐った麻縄や歪んだ蓋にも後から手を加えた様子は見えません。蓋を払いますよ。万兵衛老人の手ではねられた蓋。はっ。中はいっぱいの銭金。のいてください。御座の上へ開けますから。人をのかせて御座の上へ開けると、中から出てきたのは慶長大判、江戸田小判、一部藩、長銀、取り混ぜて300両余り。爪には官営銭が200〜300枚、その真ん中に油紙に包んだ遺言状が一通、刺して痛みもせずに混じっております。多分先代宗七が思いがけぬ利分や小遣いの残りを投げ込んで、老いのために残しておいたものでしょう。おや、これは。御座へ一番近く座っていた平次は手を差し伸ばして一枚の銭を拾い上げました。大仏船のようだが。爪草の官営通報に混じって、たった一枚、真新しい文銭。それは昔々徳川家康が照明に文句をつけて豊臣家を困らせ、大阪夏の陣の原因になった宝光寺の大仏を、寛文2年3月潰していた有名な文銭だったのです。寛文2年というと、つい一昨年の春、
この亀を埋めた先代宗七が死んでから三月も後のことです。死んで三月後に心中された文仙がこの亀の中に紛れ込んでいるとはどうしたことでしょう。みんな菊之助の細工だ。文仙が一枚紛れ込んだのは天罰というものだ。遺言状などは偽物に決まった。後ろから勝蔵がわめき立てます。物に我慢のない勝蔵はもう勝ち誇った気持ちでじっとしてはおられなかったのです。親類方も腹の中では勝蔵に同意してしまいました。こうなっては遺言状などは見ても見なくても同じことですが、念のため一同立ち会いの上目を通すと、自分の死後養子の千吉後の宗七に宛てたいろいろの指図で、菊之助が奥目と別れたらこの亀の中の金のほかに佳作辞書を三分の一ほど分けてやるように、もしまた奥目と一緒ならこの亀だけを片身にやれと書いてます。弟の勝蔵は亀を汚すから生涯寄せつけてはならぬ。その娘のお夕は心がけ次第で引き取って世話をするようにと行き届いた指図ですが、これも菊之助の奇策とすると何の権威もありません。番頭の徳三郎はのれんを分けて身を固めさせるように長年の忠義に報ゆる道を書いてはならぬと書いてあります。番頭さん、先代ご主人の親切ありがたいことではないか。はい。平次は涙ぐむ徳三郎を見合って満足そうにうなずきました。偽の遺言状にしてはいかにも行き届いているので、立ち会った親類方もなんとなくしんみりしてしまいました。この首席は先代のと少しは似ているだろうか。平次は遺言状の文字を指すと、先代ご主人のご主席に相違ございません。文仙はいつ入れたか分かりませんが、とにかくこれは間違いもなく先代のお書きになったものでございます。徳三郎の言葉にはけほどの疑いもありません。親類方や他の雇い人たちに見せると、よく似せてあるというだけで、徳三郎ほど一生懸命に保証するものは一人もありません。第8章、親類会議はやり直し。菊之助もお夕も相続ができないと決まって、店はしばらく徳三郎が預かり、親類から後見人を定めて 2,3 年様子を見ることになりましたが、徳三郎が頑固に辞退してどうしても相続を承知しないために、当分成り行きに任せて徳三郎に嫁でも取った上何とかしようということになったのでした。勝蔵は腹を立てて飛び出し、お夕は女中とも居候ともなく踏みとどまりました。ゆくゆくは徳三郎に目合わせようという話もありますが、年が違いすぎるのでお夕の方では承知しそうもありません。おやぶん、越前屋はあれっきりですかい。主人殺しはどうなるんで。空っぱちは気をもんでこんなことを言いますが、どうにもならねえよ。主人の死んだな災難と諦めるさ。へえ、そんなもんすかね。越前屋を飛び出した勝蔵は親分の悪口を言って歩いていますよ。放っておけ。手のつけようがありません。それからまた一月ばかり経ちました。親分、奥目の尼は亀から出た金を持って逃げ出しましたぜ。本当か、あち。菊之助は血眼だ。それから徳三郎の囲っている女が分かりやした。牧町の小唄の師匠でお先ってすごい年増ですよ。三月越し行かねえから手が切れたのかと思ったら、ゆんべ久しぶりでのこのこ出かけましたよ。ありがてえ。それを待っていたんだ。てめえはその女をしょっぴいてこい。平次はそこですぐ
越前屋へ向かいました。番頭さん、ちょいっと聞きてえことがあるんだが。親分さんで、どうぞこちらへ。奥目が逃げ出したそうじゃねえか。あの尼をあげようと思うんだが、どうしても証拠が揃わねえ。女の手であの格子へどうして綱をかけたか、それが知りてえんだ。部屋の中からじゃ、納屋の手すりの綱は手繰れねえ。へえ。徳三郎は平次を案内して納屋の方へ行きました。こっから綱を投げりゃ格子を潜って部屋の中へ入るわけだが、格子が狭いから女の芸当じゃ難しい。やはり奥目じゃなかったのかな。親分、あれを使えませんかしら。徳三郎が指したのは粗末な納屋の明かり取りの横窓の枠。それは一軒半ばかりの細い萩杉も釘で打ちつけただけの棒でした。平次は伸び上がってそれを引くと、釘が緩んでいて手に従って外れてきました。先端にはあつらえ向きの釘がありますから、それに朝縄の端を引っ掛けると、一軒半ほど向こうの奥目の部屋の格子にかけられないことはありません。奥目の部屋からは縄を手繰れず、外から人目を避けて一軒半もある竿を持ち込めないとすると、下手人はこの納屋の2階からどうして向こうの部屋の格子へ綱を引っ掛けたのか、その道具がどこにあるか、平次はそれを探していたのでした。平次は黙って徳三郎の顔を見ました。この明かり取りの枠を教えたのは白状も同様です。御用だ。気がつくと徳三郎は真っ青になって身を翻しましたが、平次の手は早くも伸びてその襟髪をつかんだのでした。親分、ええ時は。あくる日、ガラッパチは相変わらず平次にせがみます。おら、最初からあの番頭を睨んでたよ。最初ここへ来たのは、自分の留守に主人が殺されたように見せかけるためさ。時刻ばかり念入りに聞いたろう。なるほど。くず金物の箱に仕掛けた綱を奥目の部屋の格子に通して、下へ引っ張って路地のぬかるみに敷いた板に挟んでおいたのさ。バカな主人の宗七が仕留めをはばかって奥目に会いに行って、あの路地から話しているのが毎日7つと決まっているんだ。主人が板を踏むと頭の上へ20〜30貫の箱が落ちてくる仕掛けはよく考えたよ。もっとも綱の端っこは俺が行く前に板の下から抜いておいたんだが、なんだって主人を殺す気になったんでしょう。自分より年下の手代が娘の婿になって主人面をするのが尺に触ったのさ。それだけなら知れずに済んだかもしれねえが、物事があんまりうまく運んだので越前屋の跡目に直ろうとしたのがしくじりのもとさ。へえ。床下から出た亀の蓋が少しついていたので、ふと分線を一枚放り込んだ。あのあたりは徳三郎の悪がしこいところだ。亀に手をかけたのはあの男より他にねえ。封印をする前、ほんのちょっとの隙にやったんだ。書き置きは本物さ。菊之助は奥目に騙されていたが、根がいい男だ。実を言うと俺は奥目が飛び出すのを待っていたんだよ。へえ、どうするつもりで。奥目は悪い女だ。宗七にまでちょっかいを出していたんだが、追い出す証拠もなく、菊之助もその気にならねえ。奥目が自分から飛び出せば、菊之助とおゆうはちょうどいい連れ合いじゃねえか。二人一緒になれば、いとこ同士で越前屋が建てられる。勝蔵は娘の出世になることだから、自然遠のくだろう。あれは口ほどでない腹のいい男さ。なるほどね。
徳三郎は不定男だ。することがいちいち憎いよ。主人の連れ合いおしんを殺したのもあの野郎の仕業だろう。仮名たった一枚の文銭を放り込んで遺言状を偽物と思わせ、菊之助を相続人にさせなかった手際などはすげえぐらいだ。平次、悪人でさえ憎みきれない平次がこんなに言うのはよくよくのことでしょう。めかけお先の家に想像以上の金品が隠してあったのも徳三郎の悪賢さの証拠の一つだったのです。書室オール読み物文芸春秋社1935年昭和10年3月号。野村古道作銭形平次取物控えより一枚の文選全文読み切り。